バーユバーユは、インド神話における風の神。その名は、風の意。アニラ、マールとガンダバハ、パバナ、プラーナとも呼ばれる。リグベーダの、プルシャの歌によれば、バーユは、現人プルシャの世紀から生まれたという。その速さはしばしばシュンバと比喩される。バーユが乗るのは二頭の赤毛の馬が引く乗る車で、その車には、御車としてインドラ神も乗ることがあるという。バーユは、 インドラ神と密接に結びつき、インドラに並ぶ神だとされている。三階のうち、空海をインドラと共に占める。リグベーダには、バーユの他にも、バータという風神が登場しているが、バーユの方がより擬人化が進み、参加の数も多い。イランにおける風神、バーユにあたる。マハーバーラタの a u ーマヤ、ラーマーヤナのサルショーハヌマーンは、バーユの息子とされる。 時代が下ると、インドララタの神々と共に八つの方角に配され、バーユは北西の守護神となった。また、バータと共に仏教に取り入れられて風天となった。ゾロアスター教においては、バーユはインドラと共に大英和とみなされた。また、バーユはインド哲学の五大要素の一つであり、その意味は、風、空気あるいは、木である。ありがとうございます。